大阪市立平尾小学校は大阪府大阪市大正区にある公立小学校。毎月隣にある平尾公園の清掃を行ったり、沖縄の伝統文化の学習や運動会でエーサーを行ったりと沖縄に関することに積極的に取り組んでいる。大正内校の造成と地域の森土工事のため、従来の大阪市立北岡島小学校校科の一部住民が、 立ち抜きの対象となり、大体地として用意された平尾地区に集団移転することになった。そのことにより、1955年に北岡島小学校の分校が現在地に開設されたことが学校の始まりとなっている。その後1956年に独立校となった。開校の際、従来の大阪市立伊豆尾東小学校の校区から対象運河遺難の地域を編入した。 独立開校当初は児童数200人程度で当時大阪市で一番小規模の小学校となっていた。しかしその後児童数が激増し、開校5年後の1961年には児童数1700人を超える区内一の大規模校へと変化した。当時は校舎の増築等で対応したものの1969年から再び児童数が増加傾向に転じた。 そのため1970年には千島町に文庫を設置した。文庫は1974年に大阪市立小林小学校として分離開校している。ありがとうございます。